一応目的は制作のサンプル制作の目的は達した、はい、達しました。そんなに力入るの？はい、でも全然入らないです。あ、そう。結構今力入れてよね。はい、そうです。じゃああとはここに角にこう乗っけて、はい、あの体重かけてったら、うん、そしたらここが割れるかこうしなるかどっちか、うん、まずはいいよ。巻くのかな。はい、ここにあります。よいしょ。これね、これね、まず作業手順を絶対間違えちゃいけないんで書いとく。はい。ね。で、できればこの 30.8 は、はい、あの68の取材だから、はい、これ68の取材、1番が68の取材、はい、で2番が1508の取材。うん、で取材ってくるわけですよ、ね。はい、で68の硬化剤、はい、でどんぐりの硬化剤、はい、で硬化剤ってくるわけですよね。でそれやっとけば順番間違うことは、うん、ないじゃない、はい、でこれが取材 30.8g、はい、で缶ここにやると、はい、液がここのとこ来ちゃうからダラダラ垂れちゃう。でこっちから出すと、はい、ほとんど取り出しのコントロールと、はい、液の管汚さないで取れるわけで、パテナイフを使ってこれですごくコントロール、取り出しのコントロールができるでしょ、はい、ね、で 30.8 で OK、はい、でコンマ1はまあいいかなということです。で使い終わったら半しとくと、で、蓋しとくと、で、どんぐりの取材同じくこれ硬化剤ね。で次に取り出すのはこの順番じゃない？この順番ですよね。でこれが次ので、同じくこっちのボトルから取り出す時も、はい、同じ取り出し方した方が多分楽だと思います。で僕はそうやってるんだけど、これで、ゼロ合わせ、はい、で 7.1、はい、7.1 で100対20の配分で 7.1 コンマ1単位で取り出しのコントロールができるでしょ、はい、気をつけてやれば 7.1 で OK でしょ。はい、7.1、はい、それで、68の今度は硬化剤、はい、で拭いとけば一応あんまり、そうですね、範囲を押さないで正確に出だしができます。入ってますね。ジャンクの話とか全部入ってますね。全国語放送になります。それで こっちも別にこれパテナイフ使わなくてもいいんだけど、はい、ここにやると楽ってことだけです。で 9.2。はい、で 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
9.2で最後のそっちの効果剤は、はい、あの自分でやってください。はい、はい、このキャプチャーってなってる時に写真って撮れてますか？はい、そうです。キャプチャーってなってる時に写真が撮れてる。ああ12メガ。一応これは。すごいよね。動画撮りながら、あの12メガの写真も一緒に撮れちゃうもんね。2.9、2.9、2.9、2.9。2.9? はい。はい。OK。すいません。ありがとうございました。あと気楽に見ててください。これで4液、あの、これで測れば、はい、あの、もう誤差はないでしょ。ないです。計量ミスだけで、あの、紙コップに残ってたとか、ついてたとか、いうことないじゃないですか。はい。はい。で、そういう質問がありました。ハイブリッドにするにはどうするんですかとか、いろいろ紙コップを練って、はい、無駄に、いや、ここじゃないよ、君たちじゃないよ、あの他のお客さんが。グッドだよね。はい、はい、OK、 じゃあやりましょう。ポットライフ、これで30分以内。はい、はい、で、昨日言った通り、あの、そこを破らないようにこの壁で練って、基本はあんまり巻き込まないようにっていうところの作業だけです。あとはもう五重にやってもらったりする。練りの何かテレビでやってたけど、はい、あれなんですって、こういうふうに練ると駅の回るあれがこう